はい、こんにちは、高井貴です、いつも動画ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録100人突破しました。で、本当に皆さんには感謝しております。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。今日ですね、この動画は撮影なしで、チャンネル登録100人突破記念ということで、勝手にカメラを始めた理由を語っていこうという企画の動画にしています。気になる方とか興味ある方は最後まで見てくれれば嬉しいです。はい、では一つ目ですけど、写真を始めた理由、カメラ始めた理由なんですけど、そんな大した理由なくて、たまたまばあちゃんの家に行った時に写真をやっていたおじいちゃんいるんですけど、まあ自分のおじいちゃんですね、今亡くなってますけど、亡くなって数年くらい経ってから、たまたまおばあちゃんの家に遊びに行ったら、倉庫ね、漁ってたんですよなんかないかなみたいな感じで漁ってたら、この見えますか、このアサヒペンタックスの50年以上前のフィルムカメラ見つけて、おー、なんかかっこいいからカメラやってみようみたいな感じでカメラを始めました。で、全くカメラの知識もなくて、で、まあ調べながらですね、いろいろ見てたんですけど、ダイヤルの意味とか全然わからない状態からスタートしてます。で、フィルムカメラが最初のスタートになってます。で、そっからですね、フィルムの入れ方とか自分で勉強して、フィルムカメラを始めた最初にシャッシャッターを切った場所っていうのがあって、この場所です。私の後ろにあるんですけど、あの場所で初めての1枚目のフィルムカメラでの撮影をしました。まあ、全然設定とかよく分かんなくて、機械式のよく当てにならないような露出系だったんですけど、適当に真ん中に合わせてシャッター切るように設定して撮って、特に露出オーバーとかアンダーとかなることなく撮れたんで、まあ俺いけんじゃねと思って写真を始め、そのままずっと撮ってました。で、最初はまあポートレートやってなくて、そういう今さっき紹介したような場所で風景写真ばっかり撮ってましたね、最初は。で、風景いろいろ撮ってたんですけど、結局性格的になんかいい場面になるまで待つとかそういうのすごい嫌で、で、何撮ったらいいんだろうって思い始めて、今みたいにポートレートを始めようかなと思いました。で、そのポートレート始めたきっかけなんですけど、まあ、娘が一人いて、その時まだ幼稚園だったので、行事とかねいっぱいあったんで、記録しようと思って、カメラを持って毎日、毎日じゃねえや、行事あるたびにカメラ持って撮影行ってました。ただこのフィルムカメラだとまあ間に合わないですね。ピントは間に合わないわ、シャッター間に合わないわということで、初めてのカメラ、デジタルのカメラはキャノンの、EOS KISS の X7 を最初に買って撮影しました。今手元にないんですけど、で、そこからすごい人撮るのがすごい面白くて、わあ俺人撮るの面白いなと思って、そこから今に至ります。はい、あとはですね、子供の行事以外にも、まあ、親友がいて、シンガーソングライターやってる人がいるんですけど、そいつのねライブついて行って写真を撮ってました。最初はすごいライブ撮影もうめちゃくちゃやってましたね。なんだろう、ライブがあるよって聞くたびに休みを合わせて、で、もう本当にいろんなところでライブ撮影しました。で、それでカメラの限界を感じた日があって、とっても暗い会場でやった時があったんですけど、その EOS KISS で
撮ってて、ですぐ限界が来まして500枚ぐらい撮ってオーバーヒットみたいになってシャッター切れませんみたいな、なんだこのカメラと思って、でそっから、まあ今もそれも手元にないんですけど 5D の初代、あんま見ないと思うんですけど初代の 5D をそっから買いました。でそれも使ってですね、ずっと何年かな、1年くらい使ってライブ撮影してたんですけど、結局かなり古いカメラだったんでモニターの色があんまり当てにならなくて、紫が青に映ったりとかどうしようもねえなと思って、でそれでそれを売って、今ある 5D の Mark II の方を買いました。でこれはそうだな、もう4年くらい、3、4年ぐらいずっと使ってるカメラです。はい、あとはですね、そっからライブ撮影しててんで、まあ、その親友がもっとカメラやった方がいいんじゃないかというアドバイスを受けて、まあ、何でか知らないけど有名な光の魔術師イルコさんっていうのをそのシンガーソングライターの人から聞いて、YouTube 見てくれということで YouTube を見ました。でそっからですね、ストロボっていう存在を知って、これですね、ストロボの存在を知って、わあすげえなと思って、ストロボを使うとカメラっていうか写真すごくなるなと思って、すごい興味持って、そこからポートレート1本で撮影していこうと思いました。そうですね、その時はストロボまず買うのにラジオスレーブとか、あと、まあ、ストロボ本体とか、あとそうですね、アクセサリー、ソフトボックスとかスタンドとかいっぱい買わなきゃなくて、でやっぱり資金がいるんですよね。で当時そんなに資金がなくて、でバイク乗ってたんですけど、そのバイクを1ヶ月ぐらい悩んだ末売却して、それを資金にして全部使って機材を全て買いました。もう本当に一大決心で、もう泣きたくなるぐらいでしたね。バイク売るっていうのはずっと趣味でやってたんですけど、でそのバイク売って今ある感じで、まあもっとあるんですけど、その機材を買って本格的にストロボの撮影を今みたいに始めてきました。いや本当に最初難しくて、もう設定とかまだよくカメラの設定とかまだよくわからない時で、まあ、ストロボ使うと余計ですね、設定がわけわかんなくなって、もう何これと、もう多分もう100回ぐらいはやめようかなってずっと思いながらも続けてきたんですけど、で続けれた理由っていうのが、まあもう一人親友がいて、今も一緒にカメラやってる仲間なんですけど、家も近くて、で、まあ、小学校とか中学校ずっと一緒で来てる、まあ、友達がいて、そいつもカメラやってみようっていう感じで一緒にやってました。で被写体もやってもらったりして、本当に週3回とか4回とか毎晩のように夜撮影してました。このイルコさんの動画を見て、見ては撮って、見ては撮って、で課題とか反省点とかを書き出して、で次やってみてできたとかできなかったとか、そういうのを繰り返してましたね。多分1年以上はそうやって撮影していました。はい、で夜の撮影ってすごい難しいんですけど、ピント合わないし被写体見えないし、それでも被写体にスマホのライトとか使ってモデルしてくれてる人に頼んで、こう顔を照らしてくれって言って
ピント合わせて、でマニュアルに切り替えて距離変えないで撮ったりとか、本当にいろいろ工夫しましたね。この高いストロボを買うまでは本当にストロボとスレーブで4000円とか5000円ぐらいのすごい安いやつでやってて、まあ最初それも買えなくてですね、その一緒にやってた友達のストロボとスレーブを借りてやってました本当にあんま恥ずかしい話なんですけど、まあ飯食うのギリギリなぐらいの生活してましたね。でまあいろいろ安定してきてですね、あの夜撮影するの大変だなと思っていたところに、ちょうどよさあるが発売になるっていうのを聞いて、もう即予約して、でまあミラーレスなんでね、やっぱり夜撮るのにはすごいいいし、そのさっき言ったようにあの顔にライト当てたりとかしなくても普通にピント合うっていう感じで、すごい楽になって、でそこからさらに夜の撮影楽しくてずっとやってました。で岩手にあの西和賀っていうとこあるんですけど、もうそこまあすごい豪雪地帯で、一緒にやってたカメラの友達に雪降るからじゃあ今日撮影行こうぜみたいな感じで行ったりしてましたね。もう吹雪でもう全然被写体も見えないし、寒いし、機材もあのバッテリーすぐなくなるみたいな感じの環境でも撮影してました。そんな環境でずっとやり続けて今に至ります。今はそんな豪雪地帯でやろうかなと思う気持ちあんまりないんですけど、YouTube の動画まだそんな雪めっちゃ降ってる時に撮ってないんで、来年ですねやろうと思います。ずっとカメラ続けて何年かな、1年半2年くらいして、まあ自分岩手の盛岡市ってあるんですけど、そこで盛岡フォトフェスティバルっていうのがあるっていうのを知って、で初めてストロボ使った時の写真あるんですけど、それを応募して、で展示っていうか写真展初めて出したのがそこで、でその時にすごい衝撃を受けたことがあって、本当に何百人近くの写真展で、でその中ですごい一人だけめちゃめちゃ衝撃を受けるような写真撮ってる方がいて、まあ、その人も調べたら岩手の人だったんですけど、もう衝撃でしたね本当に。ただその一言、なんだこの写真はみたいな感じで、で写真集売ってたので、その片撮った写真表紙になってた写真集あったんですけど、写真集を最初に買いました。もう即これくださいって言って買って、ほんと毎日のように写真集見てましたね。なんだろう、ストロボ使ったりしてんのかなっていろいろ思ったんですけど、でそこからなんだろう、盛岡フォトフェスティバルのなんかスタッフやってみたいなと思って、主催してる方にもいろいろお話はしてたんですけど、まあなかなか声かけてもらえなくて、でそこからもまたしばらくしてからですね、その衝撃を受けた写真の方からFacebook でつながって、でなんだモデル撮影会あるから来てみないみたいな感じで声かけてもらって、 W さんですね、 W さんに声かけてもらいました。で初めてその日撮影会行ってお話しして、で写真どういう風に撮ってるのかなって聞いたりとかいろいろ聞いたんですけど、まあ、自然光で全部やってるっていう、それも衝撃でした、ね、自分ストロボを使って全然うまく撮れない、なんだこれはっていう感じ でめっちゃその人の写真にハマって、でW さんが主催するモデル撮影会とか結構行って一緒に撮ったりは
したんですけど、何が違うのか分かんないみたいな同じとこで撮ってんのに後から見たら全然違う写真になってたとか、まあ、未だに何だろう、超えられないっていうか、すごい方が岩手にいます。もう世界の W さんです今や世界の W さんですね。本当にあの日本の47枚とか選ばれたりとか、すごい成績を残してるあの写真家の人が岩手にいます。あの気になるなと思えば聞いてください教えます。多分本人も喜ぶと思います。いろんな人に写真撮って、あ、写真見てもらえれば、はい、その人が今のところ一番尊敬する写真家です。はい、では話すごい今までしてきましたけど、これ最後になります。はい、じゃあずっと過去を話してきましたけど、現在ですね、今どんな風なことやってるかっていうのは、ですね、地元が花巻市、岩手の花巻市っていうところがあります。ここはですね、宮沢賢治ですね、宮沢賢治が有名な場所、生まれた場所です。でやっぱり小学校の時からとか結構宮沢賢治触れる機会が多くて、授業とかで、そういうのはもともと好きでひたすら注文の多い料理店を読んでた記憶があります。なぜかそれだけめっちゃ読んでましたでそれで写真続けていく中で、なんか自分もそういう写真とか作品で作っていきたいなって思った時に、何にもなくて、でもあの自分は花巻で生まれて花巻で育ってきたんで、あ、宮沢賢治の作品を写真にしたらいいのかなと思って、今現在はそっちの方の創作活動ですね、そっちの方の創作活動に力を入れてやっております。まだ全然制作段階っていうか、なかなかね、やんと納得いくアイディアが出なくて、まだ撮ってなくて、ラフ画だけは作ってあります。まあいつ出せるかっていうのはまだわからないんですけど、まあゆっくりね、自分のペースで作っていきたいと思います。で宮沢賢治ですね、何を撮るかっていうと、その今やりたいのは英傑の朝、知ってる方も多いかなと思うんですけど、その英傑の朝の詩を、自分なりに表現して撮影していきたいなと思ってずっと取り組んでおります。まあその他はですね、この通り YouTube も続けていきますし、岩手なかなか、知らない人は知らないし、でも有名なとこいっぱいあるし、ご飯も美味しいし、意外とね、田舎なんですけど、撮影の工夫したらすごいいいとこいっぱいあるよっていうのをやっぱり知ってほしいので、 YouTube の方も続けていきます。今後とも応援の方よろしくお願いします。でまた同じことを喋りますが、チャンネル登録100人突破記念の動画でした。で本当にいつも見てくれてる方とか、あのチャンネル登録してくれた方、本当に感謝しております。で今後もですね、もっとまだまだ100人ちょっと、150ちょっとなんですけど、弱小チャンネルではあるんですけど、もっともっと続けていって、なんか皆さんにこう、あ、写真ってすごいなとか、岩手っていいとこなんだなとか、いろんなことをね、知っていってもらえるためにも、あとはストロボ始めた方とかですね、の参考になればなと思って続けていこうと思っております。では今日のこの長い話を終わります。100人突破記念の動画でした本日はどうもありがとうございました。次回は目標高く持って1000人突破記念とかやりたいなと思っておりますので、あと
まあ850人くらいですか。めっちゃ長いような感じなんですけど、まあそれまでですね、いろいろ創作活動もしたり YouTube も続けていきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。では今日の話はこれで終わります。バイバイ。